はい、皆さんこんにちは、吉田成美さんです。はい、夏はですね、やっぱこういう商品増えるんですね。はい、こちらですね。はい、トロピカーナさんのですね、 100% パインアップルクーラーコールド&アイス、冷やしても凍らしても美味しいということですね。凍らして、ここにありますね、 100% ジュースを凍らして美味しく楽しむ、あ、美味しく飲む楽しみ方、凍らせて半分くらい溶けたら振って崩してと、振って崩してということですね。ちょっとね、凍らしてはいないんですけど、ちょっと振ってですね、いただきたいと思います。はい、いただきます。うん、あー、香りがパイナップルそのものですね。うまい。そんなに、なんていうのかな、100% という割にはですね、なんか濃くなく、飲みやすい感じではありますね。はい。まあ、凍らしていいってことは、まあ、そういう容器なんでしょうね、これがね。はい。ちょっとね、まあ、凍らしてもみたいかなと思います。最近いろんなものね、お茶とかですね。まあ、お茶あんまり凍らすと微妙かなと思うんですけどね。凍らしたりとかですね。まあ、水ですね。ミネラルウォーターはね、毎日凍らしてですね、飲んでおりますけども。16時になりました。鐘が鳴りましたでございますね。はい。ということで、こちらの方ですね。はい。パイナップルクーラートロピカーナさんはですね、私の判定は、星2つですね。はい。まあ、別にまずくもなく、ね。まずくもなくって変ですけど、まあ、まあ、普通ですかね。はい。ということで、今日ご紹介したのはですね、トロピカーナの 100% パイナップルクーラーでございました。ありがとうございます。